この動画を再生してるってことは、今すごい死にたいとか、めちゃくちゃ病んでしまって、もうどうしようもないっていうようなね、状況にいらっしゃるんじゃないかなと思います。軽く自己紹介させてもらいたいんですけど、私はうつ病を経験した人なんですよ。うつ病時代はね、死の淵を何回もさまよったなっていう記憶があります。ありがたいことに今はお薬とかももう飲んでなくて、お仕事もね、普通にしてるんですよ。まあでもやっぱり健康な人に比べると、まあ今でも落ち込みやすかったりとか、まあそれこそ死にたくなるみたいなね、感情が時々、本当に時々なんですが、襲ってきます。ショックなことがあったりとか、別にショックなことなくても、周期的にね、そういった嫌な感情が襲ってくるっていうのはあるんですが、まあそんな死の淵をね、たくさんさまよってきた私からね、あなたに対して、じゃあ死にたい時はどうすればいいのかっていうアドバイスをね、させていただくとすると、そんなものはないですね。アドバイスできることは一つもないです。これなぜかっていうと、私は何度も死の淵をさまよってきましたよって話をね、最初にしたんですけど、そういう経験があるからこそわかるんですよ。すごい病んでて気持ちが落ち込んでいる時っていうのは、もう誰の言葉も届かないんですよね。自分に対して救ってくれるような言葉をかけてほしいと思いつつも聞きたくないみたいな、そんなこう矛盾した感情がありません？生きたいけど死にたいみたいな、死んでないんだけど生きてもないっていうね、ただそこに存在してるだけみたいな、そういった感情にやっぱなっちゃうんですよね。でまあ死にたいとか相談した経験がある人だったら、もしかしたら一回ぐらいは言われたことあるのが、世の中には生きたいけど生きられない人もいるんだよとかね、きっと気合で頑張ればなんとかなるよっていう、そういう言葉をかけられてしまった人もいると思います。そういう経験をしてしまうとさ、誰かにこう死にたくなってしまった時に相談できなくなっちゃうんだよね。まあ、ただ一つ言えるのはね、そのアドバイスはもう絶対間違いですね。余裕がないんですよ。誰かのことを考える余裕もない。もう自分が今生きるか死ぬかっていう瀬戸際なんですよね。これはすごい大げさに表現してるような感じがするかもしれないけど、今心をこう痛めてる人、病んでる人、それこそ死にたい人にとっては、もうそれが目の前にある現実なんですよ。で、私は今現在ですね、その感情を良くも悪くも結構まじまじと共感できるなっていうふうに思っていて、なぜかっていうとね、ちょっとね、最近調子悪いんですよ。今この動画を撮ってる段階では死にたいっていう感情はないんですけど、2、3週間ぐらい前かな、夜中にね、まあいい年した男がベッドで泣いてしまうっていうことがね、2、3日ぐらいは続きましたかね。最初の自己紹介のところでもううつ病から回復してね、もう薬は飲んでないんですって言いましたけど、薬を飲まなくなってから一番こう死の淵に近づいた瞬間だったかなっていうふうに今は思ってます。で、まだまだちょっと完全回復はできてないんですけど、まあそういった状態だからこそですね、死にたいという話題について、まあ、リアリティを持って動画撮れるかなって思ったんですよね。まあもちろんその迷いました。こういう精神状態で動画を撮るということは、まあ、普段チャンネルをね、見てくださってる方にやっぱ心配かけちゃうんですよね。もう多分本当にずっと私の動画を見てくださってる方はわかると思うんですよ。この動画の星結構重いなっていう、精神的になんか状態良くないなっていうのがなんとなく伝わってしまうと思うんですよ。多分私は動画を撮るときにもう YouTuber なので YouTuber としてっていう感じで一応出るは出るんだけど、話題が話題なだけに、私の精神状態が精神状態なだけに、笑顔が少ないとか、ちょっと声のトーンが暗いとかね、そういうのはもしかしたらあるかもしれないです。まあでもだからこそだと思ったんですよね。死にたいとか、まあ消えたいっていう感情も一緒だと思います。まさに今動画を撮るべきだなっていうふうに思ったんですよね。あなたに対してその死にたいっていう感情の消し方とか、消えたいっていう感情の消し方を教えるみたいなことっていうのは多分無理だと思うんですけど、あくまでその私ホッシーがやっている、そういった死にたいっていう感情の時にどういうふうに対処しているのかっていう話をしてみたいと思います。結論からお話しすると、対処法はね、台風の時と同じなんですよね。皆さん生きてるとやっぱり台風の被害に遭ったこと1回か2回ぐらいあると思うんですよ。まあもちろんお家が吹き飛ばされるとか、そこまでの損害っていうのはあまり味わったことないとは思いますけど、まあ私もないんですけどね。ただその今日は台風が来てるから夜中すごいガタガタうるさいよとか、学校や会社に行くときにすごい風が強いなと思って怖いなと思った経験あると思うんですよね。その時の台風に対する対処法って皆さんどうしてます？そうですよね。過ぎ去るのを待つっていうことですよね。自分の安全だと思う場所に留まって、過ぎ去るのを待つっていうのが一般的な対処法だと思います。で、これは死にたいとか消えたいっていう感情の時も一緒なんじゃないかなって私は思ってるんですよね。結局その、どうすることもできないんですよ。感情っていうのは事実ではないんですよね。例えば将来私はどうなるかわからないから死にたいとか、過去にあんなことやってしまったから死にたいとか、大体死にたい原因って過去か未来にあるんですよ。で、自分の頭で想像して作り上げてしまった悲しい妄想なんですよね。こ
これはよく私が生きやすさのために勉強している仏教とかでも言われていることで、悲しみ苦しみっていうのは妄想であるっていうことはよく言われてます。ただ人間は妄想をあまりに敏感にこうリアルに現実に感じ取ってしまう脳を持っているので、妄想だけど本人の中ではもうほぼ現実と一緒なんですよね。だからあなたにとって死にたいほど嫌な経験でも私にとっては大したことないっていうこともあるかもしれないし、私にとって死にたい経験でもあなたにとっては大したことがないっていうね経験、そんなのはもう人それぞれあるんですよ。だから俺が若い頃頑張ってたんだからお前も頑張れとか、普通の人だったらそんなに辛くないしもっと頑張ってる人たくさんいるんだから気にしなくていいよみたいなアドバイスっていうのは一つも意味がないんですよ。だってそれぞれの人が感じる感情とか感覚っていうのは本当にバラバラなので何の参考にもならないんですよね。まずそれを覚えておいてください。死にたいとか消えたいっていう感情も、もう台風と同じように過ぎ去るのを待つしかないんだなっていうことも覚えておいてほしいと思います。感情っていうのは波があるんですよね。波があるし、ポッと出てきてはどっかに行っちゃうんですよ、自然と。感情っていうのは本当にそういうもので、全く傷つかないように生きようとか、もう悲しみを感じない人間になろうっていうふうに思うんだったら、喜びも同時に捨てなきゃいけないんですよね。ネガティブを経験しないようにするためにはポジティブも捨てなきゃいけないので、それこそお坊さんだと思います。でも私たちはそういうわけにはいかないので、しょうがないっていうふうに考えるのも、まあ、一つの手なんじゃないかなっていうふうに私は思って耐え忍んでますね。その耐え方をしたからといって感情が早く過ぎ去るのかっていったら、それもやっぱそうでもなくて、思ったよりは短くならないっていう感じで、まあ、実際短くはなるんですよ。1ヶ月悩んでたことが3週間になったりするんですよ。まあ、本当にちょっとなんですけど、でも多分この経験を重ねていくとどん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 短くなっていくんじゃないかなって私の中では思ってます。なので今死にたいとか消えたいっていう感じているあなたに対して私ができるアドバイスっていうのは、まあでもじっと耐えてくださいっていうのもちょっと酷ではあるんですけど、やっぱそれしかないですよねっていう話で、いかにこう自分に対して刺激の少ない環境で休ませてあげられるかっていうのが勝負になると思います。やっぱり死にたいとか消えたいっていう感情の中にも、まあ現実はやっぱり待ってくれないんでね、その仕事行かなきゃいけないとか家事とか育児をしなきゃいけないっていう、それぞれに大変な状況があると思います。でその中でいかにいつも通りのことをこなしながらも自分にとって刺激の少ない環境を用意できるか、ゆっくり休めるかっていうところが勝負どころだと思っていて、私も先ほどお話したように3週間前すごい死にたい感情があって、で今でもそれをちょっと引きずってるんですね。死にたいとか消えたいって思うほどではなくなったけど、やっぱり元気が出ないなとか、なんかモチベーションが上がらないなとか、で仕事もね、まあ、私はありがたいことにこうサラリーマンではないので、ちょっと一旦ストップをかけてるんですよね。ちょっとご迷惑をおかけするんですけど少し休みくださいって言って今いろいろ止めてるんですよ。だから本来はこうやって動画撮るんじゃなくてゆっくり寝てなさいって話なんですけど、まあ、どうしてもこの感情の時にこの話題についてちょっとお話ししておきたいと思って動画を撮ってるわけですね。まあ、本当に最後のまとめというか結論としては、辛いとか悲しいっていう感じる経験っていうのは本当にその人独自のものなので、辛いって感じてるのは私が弱いからなんだとかダメだからなんだっていうふうに考えないでくださいっていうねことなんですよ。そんなことは全くないんですよ。もう弱いとか強いとかも関係ないんですよね。てかそんなものは私はもう存在しないと思っていて、辛いと感じてるから辛いで OK なんですよ。でそれに対して私がじゃあこうした方がいいですよってアドバイスできることはごめんなさいありませんと。もうやっぱり病んでて辛い死にたいってなってる時ってもうどうしようもないですよね。例えば誰か話を聞いてくれる人がいるとか寄り添ってくれる人がいるっていうんだったらそれが一番いいと思うんですよ。でも実際そんな人いないですよね。そんなにいないと思います。でこっちもやっぱりそういう感情の時に誰かに話していいかどうかわからないし怖いじゃないですか。否定されるかもしれないから怖いんですよね。なのでその時はもうやることはやんなきゃいけないかもしれないけど、刺激の少ない環境をできるだけ自分に作ってあげて休むことを許してあげるってことをやってほしいなと思います。で動画の中で不安とか恐怖とかその死にたいとか消えたいもそうだけど、まあ、過去とか未来に対しての想像であり、それは妄想ですと。これは多分事実だと思うんですよ。でもそれが事実だからといって、じゃああなたが今辛いという感情をやめてくださいねとかそういう話はないですと。さっきも言った通り、あなたが感じていることが全てなので、ただその辛いとか悲しい苦しみっていうのは、仏教の世界では妄想って言われてますよとか、今ここ以外の過去と未来に意識が向いてるからそういったネガティブな感情が湧いてくるっていうふうに言われているっていう話も、どっか頭の片隅に置いておくとね、まあ、ちょっともしかしたら自分を客観的に見れるかもしれないヒントになると思うのでお話しさせていただきました。で、まあ最後ですけど本当に、まあ、私は一応 YouTuber なので、まあ、他の私の動画も見てくださいねっていう風にね言いたいところなんですが、病んでる時っていうのは正直言って YouTube 見ない方がいいと思ってます。精神的に落ちていて本当にきつい時っていうのは見ない方がいいと思ってて、
自分にとってすごいマッチするというか、刺激の少ない優しい言葉をかけてくれる。まあ本当にこれがいいのか悪いのかちょっとわかりませんが、私なんてそういう時は耳障りのいいことを言ってくれる YouTuber 選びますからね。結局今の苦しみから脱却することを優先した方がいいと思うので、まあ私はそういうふうに都合のいい使い方をしてるんですけど、ただ YouTube ってやっぱり他におすすめ動画とかでさ、こういう人のどうですかって押してくる中にさ、休日を下手に使うやつは二流だみたいなさ、刺激の強そうな動画とかが流れてくるんで、まあ死にたいとか消えたいって感じてる人はもうスマホ置いた方がいいでしょうかね。 YouTuber 的な立場で言うとちょっと苦しいところはあるんですけど、でも本当にその気持ちから早く脱却したいんだったら YouTube に限らずですけど、他の SNS とかも見ないっていう選択をした方がいいっていうふうに私も思ってます。であまりにも長く続く場合ね、私だったらさっきお話したように3日4日ぐらいでした。その本当に死にたい消えたいっていう感じをね。ただこれが1ヶ月とか2ヶ月とか続いても毎晩泣いてしまいますとか、毎晩どういうふうに死のうかなって考えてしまいますっていう方は、もうそれはね、病気っていう状態に入ると思うんですよ。要するにうつ病とか、まあもしかしたら他の精神疾患かもしれないですけど、その可能性があるので、そういう方は病院行ってください。で、精神科に行ってさ、病気じゃないって言われたらそっちの方がいいじゃないですか。病気だって言われたら早めに行けた自分を褒めてあげてくださいね。私は死にたいとか消えたいっていう感情を抱えたまま半年以上頑張り続けて動けなくなってしまったので、本当に廃人と化してしまったので、そうなる前に病院に行けた自分を褒めてあげてください。そして今日はもう動画を見ることをやめ、 Twitter とか Instagram とか Facebook とかそんなもん見るのやめてください。できればもうスマホも見ないという感じで自分をゆっくり休めて刺激の少ない環境で過ごしていただければと思います。というわけで星がお送りしました。バイバイ。